速稼ぎ喜ぶです。今日は無料のビットコインをまた紹介しようと思います。実はね、私がこの無料のビットコインを始めて2ヶ月きっちり経ちました。今日は5月12日ですからね。で、この右上の方を見ると、このビットコインの所有金額が上がってるんですが、これね、細かい数字すぎてわかんないでしょ。これがね、1.0ビットとかだったら、まあ1000万円ぐらいなんですけども、とてもじゃないけども1000万円いってません。1187円と思っていただければいいと思います。2ヶ月で1000円ちょっとです。まあ非常に金額としては少ないんですけども、ただね、全くお金をかけずに手間をかけずになんで、まあもらえるだけいいかなと思ってますよね。で、それが今ご覧いただいている無料のビットコインっていうね、まあここのタブになるんですけども、下の方行くとルーレットがあるんですよ。このルーレットを、回して、それで積み立てたのがこれなんですよね。これ完全無料です。で、よく言われるんですよ。そのビットコインの原資どっから来てんのって話ですけども、実はね、こうやって毎日ビットコインのルーレットを無料で回してるんですけども、この間にいろんなね、セールスを見ることになるんですよ。こういうのとかね、こういうのとかね、ジャックポットとかね。で、これらに参加するのにはお金がかかります。このビットコインを蒸散するとか、賭けとか報酬とか、ランボを獲得とか、ビットコインを獲得とかってあるでしょ。これすべてね、参加料がかかるんですよ。で、参加した結果、負ける人も勝つ人も出るわけですけども、ここが、この無料のビットコインっていうサイトの、まあ要するにね、収益になるんですよ。で、その収益の一部を、この無料のビットコインっていう、いわゆる、無料でビットコインが増やせますよっていうふうな広告に当ててるんですよね。だから面白い循環になっていって、例えば今私は1000円ぐらい儲けさせてもらったんで、その半分ぐらいだったら使って、博打してもいいかなと思ったら、こういったところをクリックするんですよ。でも、こういうのでね、もう、増えるにしても、遅々として金額はね、万単位にならないと。いつまで経っても、全然はっきりとしたお金にならないと思った時に、こういったところでね、ものすごく儲かりますよとかっていうのを見ると、そっちに挑戦したくなっちゃうわけですよ。で、結果、こういったカジノサイトの方をやってしまうってことです。もちろんカジノサイトって言っても、外部の URL リンクがあるわけじゃなくて、あくまでもこのサイト内で、回遊しながら、あっちこっちにトライして、まあ、ギャンブルしていくってことになるんですけどね。だから、そういった無料のビットコイン以外に参加すると、こういったところでね、ビットコイン持ってかれてしまって、それが、だから、損失になるってことですよね。その損失の一部が、この無料のビットコインの全員配布につながっていくってことなんで、原資はちゃんとあるわけですよ。で、しかも無料でビットコインを増やしたいなと思ってる人が、どっかでね、このギャンブルに挑戦する可能性は非常に高いわけですよ。私も試しに1回からね、やってもいいかなって何回も思ったんですけども、いやいや、少なくとも1年間は絶対にやらないぞと。1年間、この無料のビットコインだけをコツコツやったらいくらになるのかなってことで、だいたい2万円から3万円を見込んでますよってことなんですよね。で、2ヶ月で1000円ですから、1万円いかないかもしれないですね。でもね、どういうわけか突発的に増えることもあるんですよ。それについてはまた別の機会にお話しますけども、そうなんですよね。例えば、私のこのサイトと説明を聞いて、じゃあ自分も無料のビットコインやろうかなと思って、無料のビットコインにね、アカウント作ってくださった方がいるとしたら、それも私に対しての紹介料ってことで、無料のビットコインっていう運営からね、何がしかのビットコインがここに入ることになるじゃないですか。それがだから、瞬発的にボンと増えたって感覚になるんじゃないかなと思いますよね。まあ1円も払いたくない方は、この無料のビットコインでビットコイン増やせばいいんじゃないですか。2ヶ月で1000円ってことを目安にしていただければ、まあ1年とか2年でね、1万2万ぐらいにはなると思いますんで、欲のない方はこれもやってみてください。それでは、お疲れ様です。